はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。第3回まで進んだ河野太郎裁判なんですけれども、非公開なんですけれどもね、太郎側弁護士がですね、中国共産党によるウイグル人弾圧は根拠がない。ウイグル人弾圧、ウイグル弾圧はないみたいなことを言ってきたらしくてですね、東方側弁護士がですね、中共がウイグル人に対して何をしているかは、いわば高知の事実であって、根拠はいくらでもあるって反論してました。ウイグル弾圧で検索すると、山ほど映像とか画像とか報道とか出てきますし、ウイグル収容所なんかで、検索しても山ほど出てくるしね。相手がこんなことを言ってきたから、そういうですね、資料を山ほど集めて、提出すっかなって今集め中であります。代理人がそんな認識では、河野太郎もそんな認識なんでしょうね。ウイグル弾圧はないっちゅうね。弁護士は河野太郎の代理人に過ぎませんから、現職大臣がこの程度の無知蒙昧っていうか、そういうことにしたいのかもしれないですけど、我が国外交が正常に機能するわけもなく、こいつ、太郎長らく外務大臣やってましたね。その時中国に対しては同棲してたんだろうね。甘々だったっていうか、中共の犬ですから、元外務大臣で現職大臣がウイグル弾圧はないみたいな認識で、恐ろしいな、これ大問題じゃないのかな、私思いますけどね。裁判官もさ、世間知らずで、こっち側弁護士はよくわかってる人で、コーチの事実、弾圧は、根拠いっぱいある、ね、言ってますけれども、裁判官結構ね、世間知らずだから、証拠っていうか根拠山ほど持ってった方がいいかもしんないな、思っております。しかしね、元外務大臣がこんな認識で、そういうことにしたいのかな、知っていながらっていう疑いもありますけれども、海外で中国人、韓国人が日本人のふりをして迷惑行為に寄せられたコメントをご紹介いたします。これ YouTube と Twitter 両方から届きました。免税手続きの列に割り込んできた中国人を注意したら、私は日本人だ、文句あるかと英語で怒鳴られました。日本人だからなんだって言うんだって話なんだけど、この中国人も頭おかしいよな。でも手に持っているのは中国のパスポート、頭に来たので、日本にはあなたのような列を守らない人はいないって言ってやったら薄笑いされました。なんか懲らしめたいですね、このバカな中国人をね。日本人を自称して日本人になりすまし、日本人の代表面で謝罪やヘイトを代弁者気取りで振りまき、既成事実化するのが連中の昔からのムーブです。嫌な連中ですね。レストランで食事中、韓国語で騒いでいた男性4人組、大声で店員を呼びつけたり、ゴミや新聞雑誌を床に無造作に捨てたり、傍若無人な振る舞い、会計の時にすみません、突如日本語になりました。香港で見た風景です。中間が海外で逮捕されたり、あえて、悪事をする際は、わざと日本人仕草をするのはジャパニーズでかなり一般的と。逮捕されたらなりすませないんじゃないの。パスポートから何から、身体検査されますからね。ジャパニーズの人たちですかね。あははは。ケアヌ・リーブス主演の映画で彼が言ってた、韓国人のことをなぜかと思ってたら、結局日本人のするふりをする韓国人たちを指した単語でした。そうか言ってたのか、ケアヌ・リーブスの映画、そんなこと言いそうな映画あって、JM、ビートたけしと共演した JM あたりかな。台湾に行った時に電車で、すませんすませんと言いながらタバコ吸ってた中国人がいました。日本語で話しかけたら逃げていきましたけど、周りに今のは日本人じゃないと説明したら、だろうね、知ってるって、空気でした。まあ台湾はわかるわな。台湾の人は日本人と中国人の区別はつくだろうな。私もですね、都内観光してる台湾か中国か分かるようになってきた。中国人って女性でもガニ股でのしのしって歩ってっから、すぐ分かんないよね。あと靴が変。
どこで買ったのみたいな、台湾の旅行者は、私は中国人ではありませんのシールを貼ってます。なるほど、中国人と間違われたら嫌だもんね。台湾の人ね、大手町で大きな台湾の国旗をリュックにぶら下げて歩いている若者がいました。中国人に思われたくないんだね。上海の空港で便器から1メートル離れてショーをしていた中国人がいました。まあ上海を汚すのはええんじゃないの、中国人が中国を汚してもいいよ、なんぼでも。もうめちゃくちゃに汚してもいいよ。米国のマッサージパーラーで売春している韓国人女が、ナオミだの、ハルミだの、日本人名を名乗ってます。海外でタクシーなどに乗車するとき、乗り込む際に、カムスハムニダ、キムチとか適当に、一言発してください。無駄に話しかけてくることや遠回りしたり追線をごまかしてくることが極端に減りますよ。厄介だから関わり合いたくないらしい。アジア、アメリカ、ヨーロッパどこでも使えます。アジア、アメリカ、ヨーロッパどこでもめんどくせえつって思われてるみたいですね。ですけれども、実利があっても韓国人のフリスンのだけは死ぬほど嫌なんですけど私、だけは欧州に旅行に行ける余裕がある中国人、韓国人ですらこれですよ。衣食足りて礼節を知るって言いますけれども、彼らはそこまで達してないんだろうな。日本人のふりをすることが恥ずかしいとも何とも思わないんだろうな。ハルベリーって綺麗な黒人の女医さんいるんですけど、黒人初のボンドガールになった時ね、この人はX-Menのなんつったっけな、天気を操る、ミュータント、天気を操る、名前忘れちゃった、もうやってましたね。その時、嫉妬した中国人どもに、なんで中国人じゃないんだみたいな、ボンドガールが中国人じゃないんだ、黒人のくせにまで、みたいに言われたみたいな、ネットで散々、罵倒されて、中国人大嫌いになったそうですね、ハルベリーさん。差別がすごい。黒人のくせにとか書いちゃうって平気で。中国人はお金持ちになっても上品にならないって言ってたそうであります。金持ってても下品なんだよねって、まあそういうことなんでしょうけどね。皆様も旅行に行くときは、一目で日本人とわかる品を身につけた方がいいかもしれません。日の丸ワッペンとか、旭日旗のワンポイントとかね。イギリスでもですね、田舎の行くと普通に中国人帰れて殴られるって聞きましたからね。7月1日7日の1週間で熱中症の疑いで救急搬送された人数は9105人全国で、昨年同時期の2倍以上だそうであります。今年なんでこんな増えてんでしょうね、2倍って、皆さん気軽にですね救急車呼ぶように意識改革が起きたわけでもなさそうなんですけどね。補助金なくなっちゃって電気代上がって節約した結果でしょうかね。エアコンつけねえで我慢してで倒れちゃったみたいな、電気代高いから。7月に入って急に暑くなって体が慣れてなかったせいかもしれません。70歳の方が書いてましたけれども、年取るとね冷えた店から表に出た時にね、むわっ、あっつじゃなくてあったかい、気持ちいいって感じるようになるみたいなんですよ。あっつって言うんじゃなくて、あったかい、気持ちいいって。皆様もくれぐれも、ご注意ください。都知事選惨敗を受け、立憲福島県連、次の衆院選では共産党と共闘しないと発表。反自民だけでは有権者の支持が得られないことがはっきりした。今更かよってね。何でも反対言ってりゃ受けると思って。世論です。気づくの遅すぎ。共闘だもんな。実験動物にされた蓮舫。まともな政策作れないから永遠に反自民しかできない。で、どうやって勝つ気なんだ。どうしていいかわからずに途方に暮れてそう。野党を共闘したいなら、まず共産党を潰すべき。そうだ。共産党以外と共闘した方がいいよ。維新とか民民とかさ。まあ、民民は立憲大嫌いですから、してくれるとも思いませんけれども、立憲が支持されないのは中身であって、戦略や戦術の問題じゃないぞ。こんなこと言ってもギャーギャー騒がれないぐらい、多分ね、福島県の共産党弱いんでしょうね、多分ね。農業が盛んな、県とかは自民が伝統的に強いですもんね。栃木とか群馬とか、立憲内部では共闘したい連中とですね、共闘したくない連中が長らく拮抗してて、蓮舫にさえビビる泉健太代表は決断できない状態が続いております。原発めぐって民民と分裂した時のように、共闘組と非共闘組で分裂すればいいのにね。
政治信念をかけて、古株威張りすぎて、立憲で泉にそんな決断ができるわけもなくと、共産党と組対側の小沢一郎82歳野党の共闘体制を構築できる体制に変えなければダメだ、泉氏なら沈没だ、泉健太の代表辞任を要求しました。小沢一郎お前まだ次も出んのかよ、次の選挙の心配して、世論です、比例ゾンビの小沢に言われたくないと思うぞ、そういうことは選挙区で当選してから言おうな、落選してんだよこの人ね、比例復活、共産党頼みの小沢には死活問題、今の執行部全員入れ替えた方がいい、共闘した連邦が惨敗したばっかりやんけ、小沢の話聞いてくれた記者いたんだ、共同通信です、泉お前がやめろ小沢一郎がいたと全部なくなってますよね、自民党はまあ、抜けたから助かった、小沢が抜けたから助かったんですけど、小沢一郎いたと全部なくなってますよね、なんだっけ、自由党だの、新進党だの、もっとあった気がするな、民主党も民進党もなくなってるしね、小沢一郎が立憲にしがみついている限り立憲の滅びは確定なんで、確実なんで離党してほしくないんですけど、私は、小沢一郎の後援会ですね、高齢化がすごくて、まあ、小沢が82歳ですからね、選挙活動も共産党代理なので、共産党の高齢化だってすごいんじゃないのかって思うんですけど、小沢後援会はその上行くのか、っていうか次の選挙心配して、けど次も出る気なんですかね、82歳、小沢一郎や岡田克也、菅直人なんかの古株がいる限り、野田佳彦とか蓮舫とか、いつまでも悪夢の民主党政権のイメージ引きずることになるんですけどね、まあそれはそれで数減って好都合だな、交際、男性から女性の戸籍変更を手術なしで認める判決が降りてしまいました、世論です、もはやカオス、男女の区別は無意味って意味か、女の私におっさんっていうのは差別はよどういう意味なんだ女から男の場合はどうすんの、そこまでマイノリティにこびて何の得が、いろんなもんが壊れそうだな、困るのは普通の女性なのにフェミだんまりむしろ歓迎、物事には根底から崩しちゃいかん部分があるだろう、日本の司法はもうダメかもわからんね、申し立て人は手術していないそうなんですけど、高裁はこの件に関してはこう言ってますね、性器の外観が変更後の性別のものであることに他者が特段の疑問を感じない状態であれば足りると、つまりですね、性器の外観が女性で、他人に特段の疑問を持たれないぐらいなんだなだごくごく小さいんだと思われますけどもね、女性 XX、男 XY ですけども性染色体、たまにですね XXY とかXXXY っていうのもたまにいらっしゃるんですよね、こういったですね女性の特徴が強く現れて、男なんだけど胸が大きかったり男性器が小さかったりするんですよ、この場合もそういうパターンかもわかんないですね、糖尿病とか腎臓疾患、肝臓が悪くてもダメだな、心臓疾患なんかで手術できない人もいるし、まあ報道からだけではちょっと情報不足で確実なことを言えませんね、私もハワイのヒロ国際空港で帰国便の機内に手榴弾2個を持ち込もうとした41歳男の日本人を第1級テロ脅迫罪で逮捕、火薬は抜かれた状態で、まあ、爆発の恐れはなかったみたいなんですけれども、手榴弾の側だけ中身なし、だったんですけれども、そんでも脅迫罪が成立しちゃう、世論です、ホームラン級のバカ、厳罰にしてやってください、日本人の恥、懲役600年ぐらいかな、なぜ持ち込めると思ったのか、死刑はないから禁錮100年とかかな、ハイジャックの脅しに使えるから、中身がなくても爆発しなくても有罪なんだって、脅迫罪ってことでね、アメリカテロにはめちゃくちゃ厳しいから、この41歳の人やばいんじゃないの、これ毎日新聞記者によるですね手榴弾爆発事件を思い出しました、こっちの方は死亡者出ております、2003年21年前ですね5月1日ヨルダンのアンマン空港
空港、毎日新聞のゴミ拾き記者36歳の手荷物内の、手榴弾が爆発し警備員1名が即死、乗客1名が重傷っていう事件が起きました。ゴミ爆発しない品だと思った、イラク土産だったで供述してるんですけど、なんせ毎日記者なんで嘘かもしんないですよね。21年前の事件ですけど、ゴミはまだヨルダンの刑務所に行くかもしれませんね。メディアが互いかばい合うからどこも続報を出さないから、ゴミがねどういう刑に処されたのかわかんないんだよね。もしかしたら日本国内でのテロに使う気だったかもしれないですね。懇意のテロリストに渡す気だったかもしれないですね、中核派とかのね。ニコニコ動画未だに復旧してない。角川流出し晒された従業員や取引先情報を SNS などで拡散した悪質なものに対して刑事告訴など法的措置の準備を進めていると発表、世論です。いやそっちは、まずはハッカーを告訴しろよ。まずおもらししたバカ社長がやめろ。こんだけ流出しといて、何逆切れしてんねん、お前らが取引先に刑事告訴される側だろう。大失態をそんなんで補えるのか。まずは情報漏洩させてごめんなさいだろう。ずさんなセキュリティ管理についての法的措置についても検討すべきと。クラッシュしたのが6月8日なんで、もう丸1ヶ月経ってますね。ニコニコプレミアムやめたい人、やめらんなくて、視聴できないのに金取られ、課金されっぱなしですね、これ。これの損害賠償ってすごいんじゃないの？自らの失態をですね、逆切れして告訴って褒められた態度でないですね。システム復旧しても、イメージ悪化で、角川の未来は暗いな、これな。今日の単身です。2035年まで、東京の人口増え続けて、そこから急速に減るそうであります。学会が予想していました。ゆうべふと思ったんですけど、先進国は軒並み少子化で人口減少中なのはですね、個体として強靭になったからじゃないのかなって、ゆうべふって思いつきました。国家を維持するのですね、1億2000万人も必要じゃねえくなった。日本人一人一人が強くなったんで、まあ、6000万人で大丈夫みたいに、進化したんで、今減らしてる最中。ネズミなんかよりもどうしたって、ゾウの方が群れの個体数少ないですよね。弱い動物ほど、まあサンマとか魚なんかすごい数の群れ作りますし、強ければ強いほど群れの個体数は減りますよね。狼も群れ作るから、ライオンも群れ作りますね。メス数頭とオス1頭みたいな感じで、先進国が軒並み人口減なのはそういう理由じゃないのかな。個体数を減らしてる群れの一人一人が強くなってるから、異論は認めます。上半期の、まあ、半年分ですね、梅毒報告数6772人で過去2番目の多さだそうであります。ペニシリンで治る病気なんですけれども、まあアモキシリンっていう安い薬で治るな今な、1カプセル10円ぐらい、だったな。アモキシリン発見が遅れると深刻な後遺症も残っちゃいます。20代女性と50代女性が多いそうなんですよ、年代別で言うと。パパ活のせいかな、パパ活なんでしょうねこれね。あと立ちんぼなんてのもいるしね。三重県2つの町で業者が撤退、パン給食消滅、ご飯給食だけになってしまいました。原材料や光熱費の高騰で売らない方がマシ状態になったそうであります。パンの業者さんが、そんなことになってるとは知りませんでしたわ。けどね、こういうとこで使うパンの小麦粉ってどうせ輸入品なんだから、国産ご飯の消費が増えて、出ないの？パンはスーパーで買って家庭で、食ってもらえばね、パン食わないで生活するって今可能かな？ちょっと普通の生活したらパン一切食わないで生活するのってちょっと無理なような気もするんですけどね。どこでもね、カフェとかでもね、パスタ出すカフェもあっか。というわけで、河野太郎が、現職大臣が、元外務大臣がウイグル弾圧はないっていう、とんでもねえ認識していることが分かったという話でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。
デトックスジャパン。